大丈夫、何も心配することないよ。よかった。僕は佐和子先生のもとで働きたいんです。気分はどうですか？大丈夫だから。また家族を失ってしまうんですね。病院に見捨てられたんですよね。まだ間に合うでしょ、先生なら助けられるでしょ。大事な時が訪れる瞬間までぬくもりや息遣いを感じてあげてください。先生連れてって、海の果てまで行きたい。私も勇気出すことにした。命の停車場。